これやろ。筋腫と診断した部分と正常な部分の区別がつかず、結果として子宮すべてを摘出しました。しかし摘出後の検査で筋腫ではなく子宮の筋肉の増生だったことが分かりました。女性は現在も入院中です。16日に退院した熊大病院の